どうも、こんにちは。プライマーチャンネルの藤田と。張り込みです。このチャンネルはマニラでライフスタイルメディアをやっているフィリピンプライマーが、フィリピンのニュースをピックアップしてお送りしております。今日は10月26日月曜日の夜のですね、11時59分、はい、もうギリギリ27日っていう状態なんですけれども。はい。はい、本当はですね、今晩11月のコミュニティレベルについて発表があると、政府が声明していたんですけれども、結局明日の朝8時に発表しますと、はい、IATF のロケ報道官がアナウンスされたそうですね。はい。なんで僕らずっと寝ましたんですけどね、いつもね、11時半ぐらいからやったりとかもする時があるんで、あれなんですけれども、明日の朝8時ということで、どっちになるのかなという感じですけれども、どないやねんっていう気持ちですが、実行されてるんだなっていうふうに思います。いやー、そうだったらいいですね、藤田さん。はい、いい回答をお待ちしております。はい、はい。先週のですね、金曜日にお送りしたビザ関係のですね、情報のアップデートなんですけれども、ありませんでしたね。前回お送りした情報のままでした。詳しくは先週の金曜日のビデオをご覧ください。プライマー各種 SNS の方もご好評いただいております。ぜひ概要欄から登録してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では本日のピックアップニュースいってみましょう。はい。10月16日のピックアップニュースです。 PRBA が特別ビザ発給停止命令というニュースです。こんなことがいっぱいありますね。はい。こちらのニュースは10月の23日、フィリピン退職庁 PRA は、SRI ビザの年齢、預金に関する改正のため、発行を一時停止するように命じられたと DOT は金曜日発表しました。35歳から49歳までの外国人が、フィリピンでリタイアメントビザの取得を可能にする PRA の政策が、先週の月曜日、議員から疑問視されておりました。この年齢層の退職者のほとんどが中国人であるため、国家安全保障に影響を及ぼす可能性があると述べられたことがことの発端になっております。金曜日開催された PRA の理事会で、PRA は年齢、ドル預金の要件など方針を見直すように指示されたそうです。PRA は今後、移民局、司法省、労働雇用庁など、他の政府機関と連携して SRRV ビザ保有者のプロフィールや活動を定期的に監視する強化プログラムを実施することが要望されているということだそうですね。はい。また観光振興委員会と連携し PRA のマーケティングや商品開発計画の策定の見直し、他国のリタイアメントプログラムのベンチマークを行うことも任務とされているようです。はい、DOT によると、PRA が上記の指示に従うまで、SRRV プログラムへの参加申請の受付と処理及び特別ビザの発給は一時停止されるということで、まあ、理事会はこれらの緊急の政策改革に取り組むため、2020年、11月6日に再度話し合われるそうです。上院で DOT 予算審議中に提示されていた記録によりますと、中国人が 27,678 名でトップであり、その大勢が35歳であることが示されておりました。次いで韓国人 14,144 人、インド人 6,120 人、台湾人 4,851 人、日本人4106人、アメリカ人3704人、香港、こちら国ではないですが、1870人、イギリス人ですね、失礼しました、1595人、ドイツ人792人、オーストラリア人が752人、その他4498人となっているそうです。なるほど。日本人の数がね、すいません、今ちょっと間違えちゃったんですけど、4000飛んで16人ですね、訂正させていただきます。これによってね、今ね、あれですね、PRA が閉まってしまってるんですよね。記事読むところですね、更新に対して、
影響がある可能性ありますね。問題はですね、中国人が増えてしまっているところへの懸念というところなんですけれども、あと、35歳、以上でな、35歳から何歳まで、35歳がですね、何歳になるのか、っていうところがポイントになると思うんですけれども、できれば、あれですね、国籍で判断、例えば国ごとに何パーセントとか何人までとかっていうふうに決めてもらえれば、日本人には影響が出ないのかなっていうふうに思います。年齢でね、こう減らすような方向になっちゃうと、日本人の方でもですね、若くて、SRRV ビザ持ってる方もいらっしゃると思うんで、そちらの方にね、影響が出てしまうかなというふうに思います。ちなみにですね、今、知り合いの方にいろいろ聞いてみたところですね、更新しようとしてたの、こう、してた方たちですけどね、もうすでに SRRV ビザを持ってて更新しようとしてた方なんですが、直接やり取りしてる人たちはですね、1ヶ月ぐらい前から更新の予約を入れたりとかしてるんですけれども、うん、それがこう延長延長っていうか、先延ばしにされてしまってて、会ってもらえないっていうような状況になっている、うん、そうです。それとは別にですね、エージェントを使ってやってた方とかすぐできちゃったっていう人も、いましたね。もうちょっと遅いかもしれませんけれども、お急ぎの方はエージェント使った方がいいかなというふうに思います。PRA のですね、 Facebook ページの方をちょっと見てみますと、26日からですね、30日までサスペンデッドするという話なんですが、そこまでに解決できればいいかなと思うんですけれども、そんなに簡単にいくのかなというふうに思いますので、記事の中にもありました1月6日に話し合うという記事がありましたんで、そこまでにある程度のね、方向性とかが決まれればいいかなというふうに思います。我々も、情報をアップデートしていきたいと思いますので、していきたいと思います。では次のニュースいってみましょう。はい。海外渡航をするフィリピン人は出国24時間前の抗原検査不要に IATF。ということなんですけれども、10月23日政府はですね、海外渡航をするフィリピン人に対して出発24時間前の抗原検査を義務付けないというふうに発表しました。ただし、渡航先の国や航空会社が要求する場合はそれに従う必要があるというふうに説明しております。 IATF は10月21日からですね、フィリピン人の海外旅行を許可しましたが、一定の条件を満たすことを条件としてました。その一定条件というのは、観光ビザで、渡航する人は確認済みの往復国券、旅行保険ですね。旅行保険、健康保険を提出して、渡航リスクを認める出国管理出入国管理書ですね。失礼しました。出入国管理書に署名。帰国時には PCR テストや、検疫機関のような政府の健康指針に従うという条件です。ああ、なるほど。本当は受けた方がいいのになっていうふうに僕感じてるんですけども、まあ、負担が少なくなった分、フィリピン人旅行者が増えていいんじゃないかなと感じましたね。はい。はい。はい、次のニュースいってみましょう。DOTR、キャッシュレス化に向け RFID ステッカーの入手先リストを公開というニュースです。はい、こちらのニュースは、運輸省 DOTR は金曜日、有料道路でのキャッシュレス化のため RFID ステッカーの入手先リストですね、を発表しました。Facebook の投稿で DOTR はすべての有料道路が11月2日から100% のキャッシュレスになることを改めて表明したんですね。はい。対象道路は、サウスルゾンエクスプレスウェイ、SLX、サウザンタガログ、アルテリアルロードトルウェイ、これはスタートロールというところと、あとスカイウェイ、ターラック、パンガシナグラウニオンエクスプレスウェイ、ティープレックスですね。それから、ムンティンルパカビテエクスプレスウェイ、MCX。最後に、二ノ井秋のインターナショナルエアポートエクスプレスウェイ、ナイアックスと。いうことだそうで、他にもいろいろこちらにディテールが載っておりますので、
概要欄からこれが付けられるところですね。そうです。ああ、なるほどですね。刈込さん、高速道路の出口のところで長い列があって、それがこの RFID の設置のために並んでいるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、そういう今そういう状態ですか？はい、そのようです。高速道路は。あ、はい、ね、そんな感じになってますね。はい、一応11月2日から完全に、RFID にするっていうふうに言ってましたけれども、別のニュースでですね、このニュースがありましたね。一応こうですね、11月30日まではキャッシュで使うことができるっていうふうには、言われておりますが、まあ、時間の問題ですので、まだつけてない方は早めにつけるようにした方がいいと思います。はい、それでは次のニュースいってみましょう。はい、エルニド、10月30日からトラベルバブルを推進、DOT、うん、ということなんですけれども、はい、エルニドは10月30日、より多くの観光客を受け入れるために旅行制限を緩和するそうです。観光省のプヤット長官は、パラワンの地方政府が10月23日の会合で、エルニドをセカンドフェーズのトラベルバブルを推進することに同意したと、申し上げました。ちなみにですね、何なんだこのトラベルバブルっていうのはなんですけれども、新型コロナウイルスの感染症の流行後ですね、新型コロナウイルスに対する感染防止策を講じた上で旅行をする取り組みだそうです。そういう、そのことをトラベルバブルっていうふうに言うそうですね。まだ詳細は明らかになっておりませんが、マニラからの旅行者は72時間前に、RT-PCR テストを受けて陰性であれば入島できるようになるということです。はい、いろいろ氏のラビア・マテオ氏がミス・ユニバース・フィリピン2020、ミス・ユニバース・フィリピン2020にということで、はい、久しぶりに華やかな人です。そうですね。あ、こちらの方が、マテオさんですね。はい。はい。日曜日、バギオカントリークラブで開催されたミス・ユニバース・フィリピン2020で、いろいろ市出身のラビア・マテオさんが優勝しました。マテオさんは23歳。全国の都市を代表する45人の中で優勝。今後、フィリピンを代表し、国際的なミス・ユニバースに出場するそうですね。なるほどですね。あったんですね、こういうのね。うん。ね、はい。次のニュースいってみましょう。SM プライム、9ヶ月間で144億ペソの純利益を計上。すごい。こちらのニュースですが、すごいですね。SM プライムホールディングス、以下 SM プライムって申し上げます、は、2020年の1月から9月までの9ヶ月間の、連結純利益が昨年の同期間の276億ペソから 48% 減の144億ペソになったというふうな報告をしました。また、連結売上高も850億ペソから 29% 減の607億ペソになったと申しております。SM プライムはですね、フィリピンの大手デベロッパーであり、SM のモールもやっているホールディングスカンパニーになります。その SM プライム社のジェフリー・リム社長はですね、SM プライムの中核事業のモールを中心とした事業は、政府が今年の下半期に向けて経済を助けるために産業を再開し始めたということで、わずかながら回復を見せました。また、経費管理を強化し、前四半期比で営業費用を大幅に削減できたと、月曜日の声明で述べられておりました。ちなみにですね、今年の1月から9月までの期間に、SM プライムのフィリピンモール事業の売上高は昨年の420億から 57% 減少してですね、185億ペソになりました。またモール事業の賃貸収入は昨年の同期比351億から 52% 減のですね、168億ペソでしたね。またですね、このグループのですね、SM ディベロップメントコープ、SMDC の、2020年の9ヶ月間の、売上高はですね、
昨年の同期間の319億ペソからですね、7%増ですね、342億ペソを記録しました。この状況で 7% 増えてすごいなというふうに思いますけれども、とはいえですね、フィリピンの王者 SM グループもですね、当然のごとくこのね、COVID の新型コロナウイルスのね、影響は大きく受けてますね。で、あれですね、何パーセントですか、これ48%減って、とはいえすごい利益だなっていうふうに思いますね。まあ、これを情報を受けてフィリピンの株価をちょっと見てみましょう。はい、こちらなんですけれども、フィリピンの株価、PSEI インデックスですね、こちら6491ペソということで、0.11% ちょっと上がってるっていう、減ってるっていう情報が出てるのかちょっと上がってるっていう、なんか強い感じがしましたね。はい、じゃあ、他の世界のニュースをちょっと見てみましょうか。はい、世界の株価なんですけども US の方からちょっと見てみましょう。ちょうど今動き始めてるところなんですが、これ見てください。ダウジョーンズ、マイナスの 2.98%、その人の S&P500 がですね、2.32%、ナスダック、これはテックのところですね、マイナスの 1.96% という状況で、ゴールドが 0.10%、微妙に上ってまして、オイルの方がマイナスの 3.19% になっております。じゃあちょっとヨーロッパの方も見てみましょう。先ほど、終了したんですけれども、FTSE100、これイギリスですね、0.92% 下がってます。DAX、こちらドイツが 3.50%、こちらも下がってますね。で、一つ飛ばしまして、いや、二つ飛ばしまして、すみません。IBEX35、こちらスペインですけれども、マイナスの 1.16% というふうな状況ですね。そのままアジアの方ちょっと見てみましょうか。はい。はい。日経の方なんですけれども、今日はマイナスの 0.09% でした。ハンセン、こちら香港ですね、0.54% 上がっております。上海、中国の方は 0.28% 下がっておりまして、センセックス、こちらインドはマイナスの 1.33% ですね、になっている状況です。株価の方は以上です。新型コロナウイルス感染者速報です。こちらのデータは10月の25日時点でのデータになります。はい、トータル感染者数37万28名ということで、新規感染者数がこちらですね、プラスの2223名、トータル者数が6977名、トータル回復者数が32万8036名ということだそうです。はい。はい、じゃあ、このまま世界の感染者数をちょっと見てみましょうか。はい。こちらです。こちらなんですけれども、世界のデイリーニューケースなんですが、やっぱり上がってますね。はい。で、フィリピンの方はちょっと下がってるっていう状況なんですけれども、この世界の方で上がっている中で、どこが、感染者数伸びてるのかっていうのをちょっと見てみましょう。はい、こちらなんですけれども、USA がですね、アメリカ6万、インディア4万5千、ブラジル、1万2千、ロシア1万6千のところで、フランスですね。フランスが5万2千になっているっていうのと、その後スペインが続いてまして、これちょっと数字出てませんけれども、その11番にイギリスが出てまして、1万9千に。ちょっと人口の割には人数多いかなっていうふうに思います。こちらですね、で、ニュースが出てたんですけれども、スペインですね、スペインの方で、カーフィュー、拡散を抑制するために夜間外出禁止令を課してるんですけど、それに反対してるみたいなってことが書かれてますね。で、次のツイッターのニュースなんですけれども、はい、こちらですね。これイタリアのナポリなんですけれども、新型コロナウイルスでですね、外出禁止令、これもカーフィーですね、外出禁止令に反対する群衆がもうなんか暴れちゃってるっていう状態の
けなんですけれども、やっぱりですね、ヨーロッパの方はちょっと規制かけづらい国民性なんでしょうね。反対する人が多いんじゃないかなというふうに思います。だからちょっとね、人が増えちゃってる、感染者が増えちゃってるのかなというふうに思うんですけれども、フィリピンはですね、きつい規制かかってますけれども、国民がね、ちゃんと守っている、せいが、っていうのか、数が減ってる状態ですね。うん、はい。もうちょっと我慢しましょう。でね、マスクつけて。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今日もニュースをお送りしてきましたけど、はい。いかがでしたか？はい。まあ、先週末、台風が来てまして、風強かったなっていうのを覚えてますね。はい、もうなんか、海国さん、はい、眠そうっすね、ちょ。いやー。もう慣れましたね。フラフラですみたいな。何回目だろう。台風来てましたね。台風来てましたね。クインタが来てましたね。はい、メトロマニラはねそんなにひどかったっていう。でも風強かったですね昨日もね。そうですね。あれですけれども、話はあんましねひどかったって聞きませんでしたけれども、ラグナとかカビテとかね地方の方がね影響あったみたいです。あと、ボラカイもね、結構ひどかったっていうふうに聞いてますんで、はい、地域の方、皆様お気をつけください。ということで、明日もまたちょっと8時ぐらいに起きて、ちょっと見るだけ見ましょうかね。どんな感じか。そうですね。です。はい。頑張りましょう。ということで、はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。